今回はお腹をへこませるための黄金比率のメニューを紹介していきます。腹筋メニューで足を伸ばして行うだけです。いろんな腹筋メニューがありますが、レベルに合わないものをやってしまうと、どうしてもお腹をへこませる腹横筋に意識ができない、腹直筋ばかり使ってしまう。そうなるとお腹がなかなかへこまないんです。今回はお腹をへこませるための腹横筋が7割、腹直筋が3割程度の負荷で行える腹筋メニューです。食後にお腹出やすい、腹筋弱い、反り腰、お腹へこませたいよ、そういった方はたった20秒のエクササイズなので、動画を見ながら解説もしっかり聞いてもらって一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お腹をへこませるためにおすすめなスタンドアップを紹介していきます。通常シットアップというと、膝を曲げた状態で動く腹筋メニューです。今回は足を伸ばしてそのまま腹筋を行います。今回の腹筋のどこがいいのか、お腹をへこませる腹横筋、反り腰を解消する腹筋、この負荷の割合がちょうどいい腹筋メニューなんです。息を吐き続ける、体を動かさずに止めとくっていうことで、腹直筋だけではなく息を吐く意識ができます。たったの20秒です。頑張ってお腹をへこませたいって方のために、今回は4セット一緒に頑張ってみましょう。これを5セット6セットやってしまうと、フォームが崩れやすい、腹直筋が疲れてきすぎて腹横筋認識ができなくなるので、4セットにしています。1セットじゃダメなのって思う方も多いと思いますが、実はエクササイズは2回以上繰り返すことに効果があるんです。例えばですが、 500ml のペットボトルを持ちます。次に1リットルを持ちます。次また 500ml のものを持ちます。軽く感じますよね。そうなんです。2回目の方が力をしっかり出すんです。1セット目っていうのはどうしても力を試してしまうんですね。ですので今回は4セット20秒です。一緒にやってください。それでは紹介します。今回は膝曲げるシットアップではなく、足を伸ばすスタンドアップです。足を伸ばすメリットは、足に力が入らないってところです。膝を曲げた時に腹筋をします。足が少し浮いてしまうってことないですか？シットアップでは前ももにも力が入るんです。今回は力が入らないように足をだらーんと肩幅で伸ばしてください。スマホ持ってる方は手を伸ばして、このまま上体を起こして、ここでキープです。これで動いてしまうと腹直筋ばかり使ってしまうので、体を起こして止まったままで、腰床つけたままで息を長く吐きます。できれば7秒から10秒、20秒間止まりますので、だいたい2呼吸か3呼吸でキープしてください。これを4セット頑張っていきましょう。スマホ持たずにいい方は手を前に伸ばして起きてください。もし首が疲れる方は手は頭の後ろで起きたままキープです。それでは行きましょう。息しっかり長く吐いてください。行きます。スタート。口を尖らして息を長く吐きます。なくなったら吸って、お腹をどんどんへこませながら息を吐きます。オッケー、深呼吸をしたら2回目です。いきます。スタート。尖らして息長く吐いて、お腹がプルプルしていれば効いてます。足の力は抜いてください。頭重い方は手は頭を置いてキープです。あと少し、よし、 OK、 あと2回です。頑張りましょう。息止めたらダメです。いきます。スタート。はい、吸って、足の力抜いて、オッケー、徐々にね、お腹が疲れてると思います。疲れると息止まりやすいんで、息は止めないようにです。あともう一回いきましょう。スタート。
お疲れ様でした。どうでしたか？20秒4セット。やっぱり2回目3回目って結構効いた感じしませんでした？お腹ってやっぱり1セットではダメで、2セット以上行うことでしっかり効かすことができるんです。ですが、お腹が疲れてくればくるほど息止めやすくなるので、息は絶対に止めないように長く吐くっていうことが意識です。腹直筋3割、腹横筋7割の意識です。これを行うことで反り腰が改善されたり、お腹をへこませる力がつきますので、次の朝お腹が引っ込んだ感じがする。そうすると腹横筋が効いてる証拠です。筋肉ってあんまり使わないとやはりどんどん力が抜けてしまいます。定期的に使うことによって適度に筋肉に力が入った状態が保たれて、お腹も同じです。2日に一遍とか毎日少しでも行うことでお腹が引き締まった状態がキープできます。今回のメニューを何度もやってください。4セット全部頑張ったよ、息止まっちゃったよとか、動画のコメントよかったらください。各種 SNS もやってますんで、説明欄を見てもらってリンクを見てフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。